明日の北海道は雨や雪が降りやすい天気になりそうですね。そうなんですね、この時期としては強い寒気が入ってきますので大気の状態が不安定となります。はい、どのぐらいの寒気が入ってくるのか、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。上空5500メートル付近、ですけども明日朝6時から、動かしてみますと、明日の午後を中心に強い寒気が通り過ぎていくというようなことがわかるかと思います。はい、この寒気が入ってくることによって大気の状態が不安定になるんですが、合わせて風の方も強くなりそうなんですね。今日は北西だったんですけども明日は西寄りの風が強く吹くというような状況になってきそうです。はい、でこの上空の寒気と強い風、これが合わさって天気分布を予想を見ていきますと、明日は前半はですね雪や雨のところが多く平野部は雨というふうになるんですが、午後から寒気が入ってくる頃になりますとこの峠山ですね、こういったところの雪の範囲が少し広がってきそうなんですね。はい、ということで明日平野部は雨がほとんどだと思いますけども、峠道ないしは山では雪になるということがありそうです。はい、峠道では積雪の可能性も高くなりますのでね、車を運転する際などにはご注意いただきたいと思います。はい、最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。